こんばんは。今ね、なんで動画を回してるかと言いますと、ガソリンがもうないんですよ。なんでちょっと今から入れに行くんですけど、どれくらいガソリンが入るのか、そしていくらかかるのか、これを動画にしようと思ってます。今ね、70キロくらい残り、走行可能距離みたいなのが70キロくらいなんで、ちょっと今から入れていくんですけど、50キロくらいにしても良かったんですけど、ちょっと怖いなっていうのがあったんで、70キロくらいのやつで勘弁してください。はい、今から行ってきます。今ね、ちょうど50キロくらいなんですよ、走行可能距離みたいなのがね。なんで今から向かうわけなんですけど、45キロくらいで給油になるかな。最近ガソリンの値段が高騰してるんで、その辺もどうなのかなっていうのはあるんですけど、前レギュラーとか128円とかだったんですけど、もう今はもはや150円超えになってて、廃油がさらに高いんで、結構お財布が寂しくなっちゃいますね。いやー、やばいな。ですね、廃油、エネチャージと、割引のチケット、2円割引のチケットを適用して、いくらだっけ。4円引きになるのかな？だから158円。リッター158円。で、何リッター入ったっけ。55.63リッター。入りました。で、合計の金額が8901円と、55リッターで8900円、55リッター8900円、たけー、やばすぎます。